おはようございます。4月9日5時25分の相場解説になりますね。このデイリーを見ているんですけども、昨日もお話したと思いますけども、どんどんね収束に入ってるんですよね。これがボラティリティが上下に振れるんではなくてね、上下の振れ幅ってここ大きいじゃないですか。ここもね、ここも大きいじゃないですか。でもだんだん小さくなっていってるんですよ。小さいところといえばこういうところは小さいですよね。こういうところはちっちゃいと思います。このちっちゃいところではなかなかね稼ぎにくいんですよ。動いてないですからね、上下幅が。だからこの収束に向かう時ってのは、何度も言いますけども、ブレイクの直前なんで焦らなくてもいいですよ。必ずエントリーのチャンスは来ますんで。じゃあ4時間の方を見てみましょうか。4時間はねさらに横なんですよ。ほらね、あんまり動いてないんですよね。まあこんなとこですかね。こういう風に動きがちっちゃくなってるでしょ。で、以前ここら辺でドーンとブレイクしたよって話をしましたけども、それ以来上下の振れ幅っていうのがちっちゃくなっちゃってるんですよね。まあですんで、こういったところで稼ぐことができます。それはね、ロウソク足が同じ方向に少しずつなんだけども、どん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 動いてるっていうのが分かればなんですけども、なかなか難しいんですよね。だから私たちがね利益を取る場所っていうのはいつもこういうところなんですよ。上下がこうね収束しているところから、ここです。次の、こう、ね、四角ですか。次の箱のところまでを取っていくわけなんですよね。ちょっとここでは分かりにくいな。1時間にいいところあるかな。1時間見てみましょうかね。1時間で見ましょう。どういうところで利益を取るかっていうと、こういうもじゃもじゃしてるところではないんですよ。こういうもじゃもじゃしたところではないんですよ。こういうもじゃもじゃね、押し合ってるところ、揉み合ってるところで取るわけではないんですよね。ここもそうです。揉み合いと揉み合いの間を取るんですね。ここ、ここ、ここ、ここ。こういうところを取っていくわけなんですよ。まあ、ですんで、ごちゃごちゃしてるところってなかなか取りにくいんですよね。で、ここは若干、これ思いつきます？フラッグっていうの。フラッグ思いつかないといけないですよ。下から入ってきて、フラッグを形成して、右肩下がりだよ、と。だから、ブレイクの直前なんですよ。これがだからここでブレイクするのかわかんないですよ。まだフラッグが続くのかもしれないですね。とにもかくにもフラッグってのはいいですかね。こう入ってきて、こういう風に抜ける図を覚えてます？テキストで見てるでしょ。こういう風になることが多いということですよ。もちろんこういうフラッグばかりじゃないですよ。ちょっとこっちに書きますけど、こういうフラッグもあります。入ってきてフラッグを形成して、でこっちに抜けていく、こっちにねこういうふうに抜けていくのもあるわけですよ。でもおおむねこっちじゃないの、こっちじゃないんかなと思いますよね。はい、それではですね、今日はちょっとだけあれを見てみましょうか。あれというのはね、負けない FX 基礎講座です。これをちょっと見ていきましょう。で、これは FX の年収が100万から500万狙いの方対象に、勉強をどういうふうに進めていけばいいのかってことを私がお伝えしております。例えばこんな感じです。この講座の対象者ってのは、まあ自分がね、ザ初心者だよって思う人なんですよ。例えばこれから FX を始める方、一度は取り組んだんだけども、うまくいかずにやめてしまった方、あとね、資金の少ない方、FX のベテランさんで資金が多い、少ない方ってあんまりいないんですよ。やっぱりね、FX の初心者っていうのは資金が少ないんですよね。これはよく認識してます。資金が少ないといっても、そのね、1万2万がもうないみたいなレベルの人はちょっと FX やるの無理ですね。少なくとも、少ないといっても、数百万持てとは言いませんけども、やっぱりね、数十万は持っていないと、ちょっとね、投資の世界なんで話になりません。で、その他ね、二つ目書いてます。脱初心者をしたい方も入ってます。少なくとも FX でマイナスは避けたいなって思う方です。大きくプラスにならなくても、まあマイナスは月間トータルでなくなったなみたいな、まあそういう状態を求めてる方ですよね。それからやっぱりね、そんなにいっぱい儲かんないんですよ。この講座を受けてても。すごい儲かることはないんですよ。ただ FX の年収が100万とかね、うまくいったら500万みたいな。この間で、まあとりあえずは初心者脱出みたいなね。
そんなレベルまでいける方、収益を上げる方を対象しています。で、まだ続きもありますんでね。そのうちまたお伝えしていこうと思います。それでは本日は以上です。